皆さんこんにちは、関口まゆです。今日は抹茶のロールケーキを作っていきます。まずはじめに粘土をこねて丸玉を作ります。丸玉を棒状に伸ばし平らに潰します。カッターで長方形にカットします。カットしたら乾燥しないように袋に包んでおきましょう。次に抹茶用の生地の粘土をこねます。絵の具は緑、黄土色、焦げ茶の3色です。粘土を着色したら手のひらで転がして丸玉を作ります。丸玉を棒状に伸ばして平らに潰します。歯ブラシを押し当てて質感をつけます。カッターで長方形にカットします。クリーム用の白粘土よりも一回り大きくカットします。生地を反対側にひっくり返して焼き色を塗ります。先ほど作ったクリーム用の粘土を抹茶生地の上に重ねて貼り合わせます。端から粘土を巻いていきます。巻き終わりは粘土を少し潰すように貼り付けましょう。カッターで表面に筋をつけて模様をつけます。端をカッターで切り落とします。歯ブラシで質感をつけていきます。
逆側も同じようにカッターで切り落として歯ブラシで質感をつけます。クリームの中に小豆用の粘土を埋め込んでいきます。小豆用の粘土は赤とこげ茶の絵の具で着色しました。小豆の量はお好みで調整してください。抹茶生地の断面に爪楊枝を刺して気泡を作ります。ベビーパウダーに白の絵の具を混ぜて生地の表面に塗っていきます。お好みで1ピースを切り分けてそばに添えても可愛いです。その場合は粉砂糖を塗った後にカッターで1ピースにカットし、断面に歯ブラシで質感をつけてクリームの部分に小豆を埋め込んでください。粉砂糖が塗れたら粘土を乾燥させて出来上がりです。この動画がお役に立ちましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。